ダメな歳で二人になればハッピー、そのうち二人が嫌で一人がいいとか言って、固定しようのない感情の行き着く先はどこでしょう。溺れそうになった対象にまた酸素を見つけちゃうんだ。弱虫だね、落ちることが心地よくてさ、曖昧にしたいのさ、好きでいたって油断できないしょ、曖昧にしたいのさ、嫌いになってしまえたら大成功。どうせなら僕がもう一人いたならそれはそれでハッピーだ。今日は僕が女の子演じ合ってバカみたいにさ、だからもやめられないのさ、曖昧にしたいのさ、綺麗になって